料理多月の、望月秀夫です。表参道の方で、正統派の日本料理として一応営業しておりまして、ランチと夜と、ランチの方はお子様も楽しんでいただけるようなのも用意してまして、夜はですね、量の幅もいろいろあって、いろんな方に楽しんでいただけるように考えております。今日はですね、うちのシグネチャーでもあります、ホタルイカとフキノトウを使った炊き込みご飯をやらせていただきます。こちら昆布だしですね。で、お湯だしの方で、65度で、90分、1時間半ですね、キープしてゆっくり、煮出したものですね。で、昆布に関しては65度以上はしないので、その時点で取り出してしまっています。で、今、鰹節を入れる前に、75度まで引き上げた状態ですね。この状態で鰹節を入れて、こします。一応お店で全部削ってる鰹節を使いますけど、普通に花かつおみたいなもので大丈夫です。鰹節を入れたら、こう75度の温度なんで、こう浮いてしまう場合はゆっくり、あんまり煮出さないように沈めてあげてください。で、沈めた時点で一度お味見をします。しっかりカツオの香りが出たなっていうのを確認してから、こしっていう作業になります。75度っていうのは、余分なものを出さないようにだしを取ります。で、沸かす時は余分なものを出して飛ばすっていう考え方なんで、料理の種類によってだしの取り方を当然変えるんですけど、今日に関しては75度で余分なものを出さない、よって絞らない。引き終わった後も最後引く前と味が変わっていますので、もう一度確認してください。で、こちらで一番だしが完成です。ホタルイカですね、取り除く部分は口の部分、目の部分で、こちら側が背骨があるんで、こちらを根抜きか毛抜きかで取っておきます。ちょうどこの目のところを指で押さえてあげると、こう口が開いてくるので取りやすくなります。これが掃除したものと掃除した後のホタルイカです。ホタルイカのだしにはお酒と濃い口醤油ですね。ポイントはホタルイカにも釜茹でになっているものなので、だいぶ塩分があるんですね。そのだしに対してホタルイカってどのぐらい塩分が出るかって予想するのは難しいので、まずは酒だけ1割弱ぐらい沸いてきたので、ホタルイカを入れていきます。あまり火を入れたくないので、ここではもう一煮立ちで、すぐ揚げてしまうと塩分の移動が行われないんで、ちょっとそのまま一煮立ちした後に置いておきます。醤油入れる前に塩分を確かめます。で、ホタルイカの味がしっかり出てて、塩分が感じられるなっていう状態になって、それに足りるぐらいの
醤油の量を入れます。割とほんのちょっとです。それでもうご飯の具自体は完成です。これはこれでちょっと冷ましておきます。こちらは、みりんとハチマサっていうの、白醤油に近いようなお醤油、フキノトウの色を邪魔しないような割と色が薄い醤油ですね。でもし薄口醤油しかない場合は薄口醤油半量とちょっとお塩を足してあげる。これはもう合わせて沸かすだけなので、要はみりんがたくさん入るのでアルコール分を飛ばすために沸かします。キノトウの出汁が沸いたのでアイスダウンしてます。これなんで冷やし続けるかって単純な話 で揚げたものをそのまま入れるんで、それは出汁の温度が上がっちゃうわけです。それを避けるためにずっと冷やし続けてる状態で調理する。ザルと下はボウルかお鍋かで要は飯地になる部分とホタルイカを分けていきます。今130-140ぐらいですかね。フキノトウですね。距離としてはこれはまあ栽培なのでそのままいっちゃいます。でこの黒くなってる部分だけ取り除きます、ね、切れっぱしかなんかを少し上げてみて入れた瞬間に茶色にならない温度、これは油で OK です。一個ずつやるとこう入れてこう開いたら入れるとこの中で開くんです。開いた状態でこう反対にしてあげるんです。そうするとしっかり火が入る。どん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 、まあ、中にはこう、ね、開きにくいやつもあるんですけど、しっかり火を入れてあげれば全部アクは回らないので、ちょっと回ったとしても最終的に火が入ればアクが回らないので、でこれがまあ油で煮るっていう作業です。持っていただいて、普通ですけど僕らはこうやってやっちゃいます。この中心の硬さを確認する。でここでしっかり火を入れるっていうのがポイントです。だいたい火が入ってきたと思って、火をこうすくってあげて、あんまりそのままでしっかり油を切らないか、ちょっと斜めにして、だしの中に入れて、であったかいものが入ってもずっと冷やし続けてるんで、火の粉の方もすぐ冷える。でこういうふうにするとこう綺麗にアクが抜けてる状態になります。これは完成ですね。お米は、はい、研いだお米を入れてきてるんです
順の方を貼っていきます。この状態でご飯を炊いていきます。沸いてから弱火にして5、6分。火の糖を引き上げて刻んでいきます。この温かいところから急冷したんでもう十分味は入ってるわけです。すごい固く絞る必要はない、軽くだけこう水分を取る程度刻んでいきます。ここでホタルイカを戻します。このご飯もうっすら芯がある状態ですね。10分いきます。キノトを入れていく。適当に彩りが良くなるように。これはまあご自身で普通にセンスで入れていただいて。もう一度火をかけます。これ水分が下に落ちてるんで、初めのうちはすぐ焦げたりはしない。ちょっと耳を澄ましておくと、こう下からパチパチパチっていう音が聞こえるんですね。で、それが下から水分が上がった合図なんです。
上がった状態を長く続けると焦げになります。で、焦げを作りたかったらそれを長くやればいいと思います。聞こえますか？開けた途端は多分音出てると思うんですけど、開ければわかるんですけどね。ちょっとパチッと落として左右。完成ですね。